建築は柴田丸です。はい、僕自身実は公にそんなに発表はしてないんですけど、グリッド株式会社っていう一応法人を持ってる代表で、仕事としては主に建築の企業のマーケティングの支援とか、あと事業設計みたいなところに関わってたり、あとは最近はチームで設計の仕事みたいなのも請け負ってやってます。法人立てて今は一応会社をやっているっていう立場ではあるんですけど、実際には一人でやっていて、今関わってる仕事も例えば家づくり百科っていうなんかメディアを作るとか、一つの会社の新規事業を立ち上げるためになんかウェブとか SNS とかなんか広告とか、そういうのをどうやって組み合わせれば事業の成長が早くなるかとか、そういう、プロジェクトごとにスポットで個人で入ることもあれば、なんか自分を含めたフリーランスのチームとかを率いて一つの会社の事業をサポートするとか、だからすごくなんか素敵な言い方するとなんかソロプレナーってそういうの海外では言うらしいんですけど、本当プロジェクトごとで一つ一つ入りながらやれることをやってるっていう感じです。はい、一番大きなきっかけは卒業設計で、卒業設計の前はそんなにめちゃめちゃ建築頑張ってたかって言われるとそんなことはなくて、すごい一生懸命やってたんだけど、一生懸命やってたからこそなんか周りとのレベルの差に気がついて、このまま自分食べていけるのかなみたいな不安から、なんか別のことやらなきゃとか、あともうリアルに就職しても大きい会社入れないなみたいな、なんかそういうところからフリーランスを始めました。僕自身はもうブログを開設して記事を書いてっていうところからスタートしたんですけど、まず最初の1円手に入れるのに半年ぐらいかかって、大学院卒業するまで1年半ぐらいフリーランスやったんですけど、一生懸命バイトした方がもっと飯食えるかなぐらいの金額しか手に入らなくて、やばいと思ってたんですけど、建築学生生活の中で建築の人と向き合ったりすることはあったり、建築について考えることはあったけど、なんか自分の持ってるものとかになんかどういうところに価値がつくとか、どうやれば人からお金がもらえるのかとか、本当は当たり前のことなのかもしれないんですけど、そこが全く分からなくて、提案してみてもお客さんからするとすごく見当違いのことだったり、そこをなんか感覚的に理解するのにすごく時間がかかって苦労したなっていう気がします。僕自身がマーケティングの仕事をしてたりするんで、今ってウェブ事業とか SNS を絡めた事業多いじゃないですか。でそこからじゃあようやくリアルな店舗を持ちたいねとか、質量のある空間を持った方がいい場合って出てくるんですよ。そういう時にマーケティングの施策の中でじゃあ空間を作りましょうっていう話になって、僕自身はどうやってその事業を成立させるかっていうところに関わるんですけど、そこの空間をどう作るかっていうところで設計者の人に関わってもらって、なんかその建物が完成した後にどうやって事業の収益を回収するかとかの、お手伝いをするっていうのもやってます。一つ名古屋にこの間完成したのが、ベースっていうマーケティング会社のオフィスを作ってくださいっていう仕事だったんですけど、リモートワークでできちゃうけどオフィスってどういうものなんだっていうところから、カフェを作って、そのカフェをその会社でマーケティングして、そのカフェスペースの中でみんな仕事すればいいんじゃないみたいな。でそれで ある種プロモーション的にいろんな施策を行って、このカフェをマーケティングしてる会社っていうところでマーケティングの仕事をもらって事業の収益を回収するみたいな、なんかそういうのをちょっと会社の代表の方と実験的にちょっとやってみるっていうのをやったり、他にも今コーヒー屋さんとモナカ屋さんを作る仕事をやっています。建築で働けないとか建築では食べていけないなって思う人がなんか世の中にゼロになったらいいなと思ってて、なんかみんなすげえ建築好きな人ばっかりじゃないですか。で僕自身はただ願書を写してたまたま入っちゃった人間だから余計それ分かるんですよ。なんか、この人
なんか飯食うとか遊びに行くとか以前にもう建築の本買って読んでるとかだから普通じゃありえんじゃんみたいななんかなんででもそうやってすごく好きで、なんかこういう人たちがもっと建物建てた方がいいんだろうなって思うんだけど、実際にこう環境の問題だったり、まあ、ビジネスモデルの問題だったり、これまでの慣習の問題だったりして、その人たちが存分にこうパフォーマンス発揮できる環境がないんだなとか、実際にそういう自分の中でうわこの人めっちゃ建築好きなんだなって人とかが気づいたらちょっと辞めちゃってたとか、気づいたらもう転職してやっぱり建築の仕事きついよみたいな、すごい悲しいなと思って、なんか僕の何倍も熱量ある人が働いてみたら辛くて辞めちゃうとか、なんか僕自身はもともと設計で関わりたいと思ってたかって言われると、なんか建築を作るとこに関わりたいと思ってたけど、別に設計じゃなくてもいいやと思ってたし、なんかすげえ食べてくの大変だなとか身にしみて思ったから、みんなにその二の足を踏んでほしくないみたいななんかあって、働けないなとかこれじゃ食べていけないなって思う原因をなんか一個一個会社で潰していこうと思ってて、一回失敗しても全然大丈夫だしやってみようみたいな、なんかそういう環境を作れたらなと思ってますね。